めてください、おじいちゃん。私たちはすでにあの世に属した身。帰ったところで私たちの居場所はもうありません。それに私たち一族はエリンに無事に着きました。今は小さな村で平和に暮らしています。私たちの当初の夢は…おじいちゃん…愚か者、わしの命令に従わぬ奴はいらん。これからはわしが前に出る。